ボディを軽んじる漫画家、許すまじ。そういや、今日この後予定ある？遊びに行かない？確か予定は何も。行こう。さっきは忙しかったかな。ごめんね。天気いいからいっぱい洗濯したよ。お昼は何食べた？僕はカップ麺。変身ないけど、なんか怒らしちゃったかな。 ごめんなさい。はい。ごめん。遊ぶの今度でいい？うん、いいけど。 アシスです。アシスさん、ずっとアシスさん怒らせたかと思ってて。怒ってはいませんよ。一人で仕事は寂しくて来てくれて嬉しいよ。まあ特に用事もなかったので。あ、でも先生、休日にメールを大量に送られるとちょっとうざいです。 手間のかかる子供がいる気分。